こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですロシア国海艦隊の大型揚陸艦オレネゴルスキー・ゴルニャクがロシアのノボロシースクワンに停泊中にウクライナ軍の無人自爆艇の攻撃を受けて大破しました。今日はこのことについてお話します。ロシア国海艦隊の大型揚陸艦がウクライナ軍の無人自爆艇によって攻撃されたのは国海に面したロシアのノボロシースクワンです。 この映像は8月4日に SNS にアップされました。ウクライナ軍の水上自爆無人艇に積んだカメラの映像です。8月3日の夜から8月4日の未明にかけて撮影されたものとみられます。前方に大きな船が映っていますが、この船がロシア国海艦隊の揚陸艦オレネゴルスキー・ゴルニャクです。90名ほどの乗組員が乗っているとされます。 揚陸艦の砂舷に近づいてきました突如映像が途切れたのは衝突して爆発したからです新型無人艇では破壊力を増すために TNT 火薬 450kg が装填されていたと言われていますロシアのメディアプラウダの報道によりますとロシア国防省は8月4日次のように発表しました ウクライナ軍は2隻の無人艇で我がロシア連邦をのぼろシースク海軍基地を攻撃しようとした。無人艇は目視で発見され海軍基地の外側で警備に当たっていたロシア艦艇による砲撃で破壊された。ロシア国防省はこのように述べたということです。またその後クラスノダール準州のベニアミン・コンドラチェフ知事は SNS テレグラムに投稿し この事件で負傷者はおらず被害も記録されていないと述べましたしかしながらこちらは8月4日に SNS にアップされた写真ですロシア軍の大本営発表の内容とは全く異なり洋陸艦オレネゴルスキーゴルニャクとみられる船は薙の海面にもかかわらず左舷に大きく傾いています 左舷を攻撃されたので左舷側が浸水して傾斜していると見られます近くにタグボートが雪原しておりなんとか応急処置で浸水を止めて浮いているようにも見えますが危うく転覆しかかったような損害を負っている可能性さえもありますロシア黒海艦隊の大型揚陸艦オレネゴルスキー・ゴルニャクは 満載時の排水量が4400トンで全長は112メートルです合計57ミリの連装砲と30ミリ対空砲で武装しており揚陸艦として主力戦車重量と兵員340名を輸送することができますちなみに今回無人艇による攻撃を受けたノボロシースクという港湾都市の名前は 新しいいロシアの街という意味ですこの港湾都市は国会における地政学的に重要なその位置から歴史的に古代ギリシャの植民都市ローマ帝国モンゴル帝国オスマン帝国そしてロシア帝国とその時代その時代の帝国が奪い合ってきた港町でした今日はここまでにします。 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。